はい。皆さん、こんにちは。チョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットを見ていきたいと思うんですが、えー、今日ですね、仮想通貨のマーケットにつきましては、まあ、イーサリアを中心として、大きくまた反発をしているというような感じかと思います。イーサリアムは現在3,870ドル、まあ、3,900ドルをトライしていくような状況。そして、ビットコインにつきましては、今67,000ドル前後というところで、 え、もう一旦ですね、え、市場最高高値をトライできるかどうかというところを、まあ今、我々は見守っているという感じではあるんですけれども、え、アルトコインがですね、今日はまた大きく反発をしているのかなというふうに思っています。え、ちょっとやっぱりビットコインですとか、まああとはイーサーについてはまだ、え、ST ET、ETF のですね、まあ期待感とかもあって、え、まだちょうど、まあ上値をトライしにいっているような場面でもあると思うんですが、まあやっぱりビットコインについては一旦ですね、ちょっと市場最高高値を更新したということもあり、え、材料も今、あの、次は、 4月の半減期ということもあって、ちょっと一服感があるのかなというふうには思います。で、多くの方がですね、短期で売ってると思うんですけれども、売ってる人たちというのは、短期トレーダーの方たちがメインだと思うので、長期の人たちというのはですね、まあ今そんなに気にして、ポジションをガチャガチャ動かしているというわけでは正直ないのかなというふうには思っています。はい。まあ、いわゆるですね、あの、1日2日だけではなくて、 まあ、一ヶ月二ヶ月持っていて、まず一旦高値で売ろうかという人たちは、まあ、おそらくこのビットコインのベアマーケットで買ってきたというよりも、まあ、この上がっていく中で、ちょっとポジションを作ったりとか、まあ、あとは勢いが出始めて、スポットビットコイン ETF の承認がされてから買ったみたいな人たちがメインだと思うので、まあ、この辺で大きく相場が崩れるとか、まあ、そういったことよりも、まあ、一旦調整で、またポジションを積んで、さらにまあ大きな上昇を今後期待をして、 え、価値をしていくと。まあ、そういうような人たちが、え、長期で、まあ、今、見守って買ってるとか、そういう感じだと思うので、まあ、今のこのタイミングでの下落というのは、え、正直気にする必要が、まないのかなと思います。はい。まあ、あとは、この短期のタイミングで、え、売ったり買ったり、まあ、するべきなのかっていうのもありますよね。あの、こういった、まあ、一つの大きな節目を、え、迎えたことにあたって、まあ、一旦、利食いを、 するというのも一つありだと思うんですけれども、ま、長期でやっぱりこのビットコインの上昇を取りたいということであれば、ま、この5%の10%の下落を、ま、完璧に捉えるっていうのは難しいので、ま、そういった意味では、例えば2 3、3%のために、ま、大きなアップサイドを逃す、ま、そういった、ま、一つのリスクをですね、ま、犯すかどうかというところだと思うんですが、ま、おそらく、ま、長期で持っている人たちは、 まあこの10%の下落とかっていうところについても、あまり気にしないのかなと思います。で、僕自身も、まあ,あ、毎日毎日コツコツ買ってるんですけれども、まあ、その値段を見て買ってるというよりも、まあ、毎日、あの、オペレーション的にやってるという感じではあるので、まあ、あまり正直今のビットコンの価格がどこなのかとか、短期的にどこまで下がるのかとか、まあ、今のところは、あの、今年最高値、どこになるのかとかですね、そういったのも特に気にしてないような状況かなと思います。 で、どこまで行くのかとか、どういったタイミングでバブル崩壊するのかとかっていうのを気にされてる方も多いと思うんですが、まあ、やっぱりですね、そのタイミングになってみて、その時にあるいろんな材料ですとか、また、あ、あ新たにいろんなものが出てくると思うので、そういったものを判断して考えていくってことがまあいいのかなとやっぱり思うので、まあ、今のうちからどこがターゲットでとかって決めておくというよりも、まあ、その場その場で え、ある程度今一番高いリスクって何なのか、で、そしてそれが起こりやすい、まあ起こる確率ってどれぐらいあるのかとかですね、まあそういったものを、え、その場その場で判断をしていきながら、え、まあピークってこの辺なのかなというのを考えていくのが僕はいいんじゃないかなと思います。まあいずれですよ、え、そういった情報についても僕自身の考えではあるんですけれども、皆さんに発信をしていきたいと思いますし、日中はですね、え、こちらにも、え、こちらにもあります、え、テレグラムの方で毎日発信をさせていただいているので、 まあ、細かい考えとか、まあ、いろんな動きについての考えだったりとか、まあ、あとは今、僕が買ってるか売ってるか、どんなものを買ってるか売ってるかについては、そちらのテレグラムの方で発信をしているので、細かくは見ていただければなというふうには思っています。はい。まあ、あとはですね、今日皆さんがすごく気にされている、まあ、いろんなデータがあるんですけれども、まあ、そのデータをですね、今日ちょっと皆さんと一緒にしっかりと見ていきたいなというところと、まあ、あとは今のタイミングですごくマーケットでいろんなたくさん気にされているトピックがあると思うんですが、 ちょっとやっぱり皆さんが気になる値動きの部分に関して、まあ、今日はですね、中心にまたカバーをしていきたいかなというふうに思っています。はい。まあ、あとは、アルトコインに関してちょっと面白いですね。まあ、ツイートとか、アルトコインでどういうふうに儲けるべきなのかというよりも儲けたのかみたいなツイートが一つ、まあ、ちょっと古いものなんですけれども、あるので、ご紹介をしていきたいかなというふうに思っています。はい。まあ、あとはですね、このチャンネル見ていただいている方で、まあ、おそらく結構の方が、 え、また可層とか新たに取引したいなというふうに思っている方が多いかと思うんですけれども、以下の概覧のリバイビットというですね、僕がメインで使っている海外の取引所であるんですが、そこでリンクから講座解説をしていただいて、入金額に応じてですね、最大で450万円のですね、ボーナスをもらえるキャンペーンをやっています。これを使えば皆さんが入金はしていただくんですが、皆さんが入金した金額を使うことなくポジションを取ったりとか、あとは皆さんが取っている、入金した以上のポジションを取れるというような、 え、まあ、一応キャンペーンになっているので、まあ、ぜひですね、こういったものを使っていただいて、え、算効率よくですね、え、負運用していただければと思っております。はい。では、まず皆さんと一緒に、まずはですね、え、こちらのチャートから見ていきたいと思うんですが、これ今何を見ていくかというと、え、先物のですね、縦玉の、え、まあ、ボリュームになってますと、縦玉というのは、今、マーケットで取られているポジションの、まあ、いわゆる数みたいなものですね、え、ここの過去1年間の、 え、まあ状況を見てみても今最高値を更新し続けているというような状況になっているので、マーケットでは今多くの人たちがリスクを取っているということですね。で、今見ていただいているのはビートコインなんですけれども、まあイーサーについても同じような状況で、縦玉がどん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 積み上がっている状況にはなっていますと。で、この縦玉が積み上がっている状況というのは、もちろんストップロスとかがつけばガラガラガラとですね、大きくポジションが え、削られたりとか、まあ、こちらにも見えてますけれども、大きくポジションが積み上がってるタイミングで上がっているんですけど、それがガラガラとなると、ポジションがガーッと、あの、まあ、ポジションの価格ですね、下がってきた、しまったりもするので、まあ、これはちょっと、これはこれで、まあ、怖いことではあるんですよね。で、その一方で、今のファンディングレートの状況っていうのも、すごく重要ですね。で、ファンディングレートって何かというと、先物をですね、ロングすることによって、ロングというのは買いですね、買うことによって、 えー、たくさんの人が買うと、現物の価格と先物の価格が離れていってしまうんですね。で、これが離れれば離れるほど、ファンディングレートがプラスになって、えー、先物のロングをしている人たちは、まあ、自分たちのポジションに金利がかかってくると。金利がかかってくるってことは、ロングをしているだけで、まあ、結構なコストがかかるということで、この改良をですね、まあ、是正するための仕組みになっているんですが、まあ、今ですね、どういうような状況になっているかというと、 こちら見ていただいてもわかります。これイーサのファンディングレートなんですが、すごく今ポジティブになってますと。ポジティブになっているということは、ロングをすることで、たくさんのコストがかかる。で、これはたくさんのコストがかかる状況が悪いかっていうと、短期的にはコストが高すぎると、調整が来たりもするんですが、こちら見ていただいてもわかります通り、たくさんのですね、ファンディングコストが、ここの急上昇の局面でもそうですが、ブワーっとなることによって、 え、それがですね、必ずしもマイナスではなくて、え、ポジティブなですね、やっぱり局面に、まあ今向かっていってる最中っていうのが、これを見てもわかるかなと思います。で、この大きな急上昇のタイミングでも、ファーニングレート伸びていきましたし、え、ここの局面でもぐわーっとファンニングレートがですね、わーっと上がっていく局面で、え、どん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  e い差は上がっていきましたと。なので、縦極の急上昇と、え、ファンニングレートの急上昇っていうのは、まあ、いわゆるブルーマーケットに起こる現象なんですよね。 つまり、このファンディングレートがプラスになっているイコール、たくさんの人がやっぱり買いたいような状況ではあるので、これが急落の短期的な際にはなるかもしれませんが、マーケット全体でこの流れが変わっていく際には、なかなかならないというのが実際のところかなと思いますし、今やっぱりブルーマーケットが強気相場が始まったみたいな状況ではあるので、こういったたくさんのですね、ファンディングレートがかかるような状況というのは、今、まさにブルーマーケットが始まった、ポジティブになり始めた、 え、サインなのかなというふうには思っているので、まだ今の状況をこのチャート見る限りは、非常に市場環境なのかなというふうには思いますよね。はい。まあ、あとはですね、我々として気になっておくのは、毎日ですね、見ておいた方がいいのは、このリクリデーションというですね、ヒートマップになりますと。で、これ何かというと、どういったところにストップロスがあるかというのを見ることによって、どのあたりに価格が動いたら、あの、すごいボラティリティが高まりやすいみたいな、か、みたいなものが わかるんですけれども、今ですね、これビットコインについては、6万9千ドル前後にたくさんストップがある。ストップがあるっていうのは、そこの価格をタッチすると、まあそっちの方向に突き抜けていくような力が働くオーダーっていうのが今あるんですけれども、まあこれが6万9000ドル近辺にたくさんあるということで、まあ、おそらくですね、こういったストップロスがたくさん今近くにあるような状況というのは、そこをですね、わざわざとつけに行ったりとかするような人たちが結構いたりもするので、 え、まあ近いうちにこの6万9千ドルっていうところは、まあ簡単に、まあ簡単にとか、まあ抜けていくような状況にはなるんじゃないかなと思うので、え、まだまだこの上昇を、え、目指して、え、進んでいくような環境が今、まさにあるんじゃないかなというふうには思っています。はい。で、ビットコインは今のような状況ではあるんですけれども、じゃあイーサ a はどうなっているかというと、まあ一応下の方に黄色い線はある一方で、上の方にもですね、結構たくさんのストップロスのオーダーがあるということで、 まあ、あの、どっちに行くのかも今ちょっと少し難しい判断かなというふには思いますね。はい。まあ、今の流れとして、やっぱり上昇を狙いに行くような流れが、一つ大きく強くはあると思うんですが、やっぱりここ最近のボラティティを見ると、まあ5%から10%ぐらい、1日で動いても、あの、おかしくはないので、上行って下に行ったり、下に行って上に行ったりとかもあるので、やっぱりレバレッジのポジションというのは、気をつけて、 持っていただければなというふうには思います。でやっぱり5%かぐらい簡単に動くようになってきたので、やっぱり20倍以上のレバレッジとか、まあ、10倍近辺のレバレッジとかっていうのは、えー、一気にポジションがなくなってしまう可能性もあるので、えー、それでポジションを取る、まあ、ボリュームですよね。皆さんの資産額に対して、どれぐらいレバレッジで資産をあのかけていくのかみたいなものは、本当にこれまで以上に気をつけていただければなというふうには思っています。はい。で、他にもですね、皆さんと一緒に見ていきたいニュース、そして、 データがあるんですけれども、こちらの上のチャート、ブルーのチャートはビットコインになりますと。で、下の緑のチャートはですね、これ何かというと、ビットコインを持っているアクティブなアドレスですね。まあ今、アクティブにビットコインを取引しているアドレスがどれぐらいあるかなんですが、これ過去のですねサイクルというものを見て取ってですね、まああの、照らし合わせてみると面白いんですが、ここまずですね、ボトム、ビットコインのボトムのタイミングで、ぐわーっとですね、取引のウォレットが大きく。 え、増えていきましたと。で、次のタイミングで、え、このですね、赤い線の近辺で、え、エンドオブブルーマーケットになりましたが、なかなかこの、え、ウォレットの数、アクティブウォレットの数が、まあ、増えなくなったような状況が、まこの天井になっていると。で、今まさに、え、ここにボトムがありましたが、このボトムのタイミングで、え、ボトムアウトしたタイミング。まあ、つまり、このアドレスの数が、グワって増えていったタイミングですね、がありましたと。で、今の状況を見てみる限り、 まだですね、そんな、え、アクティブアドレスの数が高水準ではないというのが、やっぱりまだまだブルーマーケットで入ったばかりで、で、さらにはまだまだ上昇していく余地というのがあるんじゃないかということをですね、え、このチャートでは分析をされています。で、今の状況で、もうブルーマーケット終わりだよねというふうに言ってる人は、ほぼ皆無なんじゃないかなと思いますと。で、プラスそれに加えて、今回のですね、ブルーマーケットについては、もう少し長い期間、僕は続くんじゃないかなと思っていますと。というのも、 今回のベルマーケットの一つの大きなテーマとしては機関、機関投資家の参入というのがあると思います。で、機関投資家の参入ももちろん始まっていると思うんですが、え、それはですね、今後、トランプ大統領が、えー、まあ、勝つことによって、ゲリゲンザーさんはもう100%いなくなるとで。そうすることによって、SEC の体制が、すごく大きく変わり、で、かつクリプトに対して、ものすごくポジティブになるんじゃないかというふうにも言われています。で、プラスれに加えて、年の後半にかけては、 米国の利下げが行われることによって、非常に多くの金融機関や機関の投資家がですね、リスクをより取りやすくなる。そして、我々も含めて、世界の金利がポーンと落ちれば、金利が安くなる。つまり、お金を借りるコストが安くなることによって、じゃあ、お金を借りて、まあ、クリプト買わなくてもいいんですけれども、不動産買おうかとか、まあ、株を買おうかとか、まあ、株を担保に入れて、お金を借りて株買おうかとかですね、まあ、そういった投資意欲が非常に高まってくるような状況が、 出てきますので、まあ、金利低下がまあさらに大きなブルーマーケットを作り上げて、我々のまあ期待以上の価格帯までビットコインが上がるんじゃないかっていうふうに言ってる人も非常にここ最近は増えてきているので、少しまあ1年から2年ぐらいかけて、このビットコインのブルーマーケットは起こっていくんじゃないかなというふうに思っているので、まあ今まだですね、ちょっと、うん、まあもう史上最高高値更新したしなーっていうふうに思ってる人でも、まだ十分大きく利益を上げられる可能性っていうのはあるんじゃないかなというふうには、僕はですね、 思ってます。なので僕も毎日毎日買ってるんですけれども、まあ、やっぱり、始めた方はまだポジション持ってない方っていうのは、まあそういった不安が非常に多いと思うので、だからこそさっきご紹介をした、まああの、ボーナスとか使っていただきたいですし、まああとはもうポジション持ってたとして、ボーナス使ってたとしても、まあ定期的に買っていくことによって、この大きなボラティティを軽減して、ポジションを積み立てられる。まあいわゆるドルコスト平均法ですね。ダーラーコストアベレージとかにも言いますが、そういった方法でポジション積み上げていくことによって、 よりですね、まあ、しっかりと、ま、精神的に安定した状況で、え、投資を続けていけるんじゃないかなと思うので、まあ、このあたりも一つ参考にできるようなデータなんじゃないかなというふうには思っています。はい。まあ、あとは他のニュースとして、え、ビットコインのですね、え、ETF、まあ、ブラックロックの IBIT というのが、まあ、今、史上最大の ETF になってるわけなんですけれども、1日あたりのですね、資金フローの流入として、え、最高値をですね、え、記録しました。788ミリオンということで、 え、もうですね、一日あたり一0億円を超えるような資金がビットコインのスポット ETF に流れ込んでいると。まあこれは本当に大きな、まあ嬉しいニュースではあるんですけれども、まあちょっとここ最近勢いなくなってきたかなと思ったんですけどそっからのブワーというもう史上最高高値を更新したということで、日本でもそうですし、まあ、アメリカの方でビットコインというものが再度注目を集めて、え、イグというようなことで、 今後ですね、まあ、さらにまたこの資金の流れが続いていくんじゃないかなと思います。まあ、あとはさっきも言ったようないろんな条件が揃ってくることによってもっともっと大きな資金が継続的にしかも入ってくるというような状況が僕は続くんじゃないかなと思いますので、まあ、だから焦って買いましょうということではなくて、まだ安心して帽子を持ってもいい状況なんではないかなというふうに僕は思っています。はい、他はですね、え、ソラナのコミュニティで非常に注目を集めておりますドッグウィズハットっていうですね、 え、ミームコインがあるんですけれども、これが史上最高値を更新して、なんとバイナンスにリスティングされました。このバイナンスにリスティングされたっていうのはどういうことかというと、もうですね、もう世界的にも本当に誰もが投資をする、まあ取引をするですね、え、もうトークンまでのし上がってきたという感じですかね。はい。もう今、このコミュニティの、空のコミュニティの中で、最大の今、トークンになっているとも言われているんですが、大体ですね、年初からの価格の上昇でもう、 1245%上昇しているということで、12.5倍ぐらいですかね、ぐらいまで今上昇をしていると。まあこれは本当に大きなあの市場規模になってきてはいるんですが、まあこれがですね、あの価格の上昇になっていますけれども、まあ今,今月単体でも、まあ14%で買えていると。まあ本当はもっとかな。すみません。今月単体でももっとえ長い期間だと思うんですけど、もうすごい本当に価格に今まさになってきていて、 今のこのミームトークンの、えー、まあ、市場をです、ね、引っ張っているようなものになっているんですが、まあ、こういった銘柄が出てくるぐらい、まあ、本当に今、えー、注目がミームトークンに集まっているというような状況になっています。で、じゃあ、ミームトークンを当てるにはどういうふうにしたらいいのか、みたいなツイートがあるので、ちょっとそ後ほどご紹介させてください。はい。で、続いてのニュースはですね、ディファイの TBL、これ何かというと、ディファイ、まあ、非中央集計的な金融市場ですね、に、今ですね、もう100ビリオンの え、資金がですね、今、預けられていますと。ま、100ビリオンは、え、2022年、2月の5月以来ということで、非常に大きな勢いが、ま、このディファイのマーケットに戻ってきたなという感じがしますけれども、ま、ディファイはですね、ハッキングがあったりとか、ま、いろいろそういったことも、え、注視をしていかなければいけないことなんですが、ま、今年に入ってはですね、あまりそのラグと言われるような資金が盗まれることみたいなものは、あまり増えては来てないのかなという印象はありますが、 やっぱりそのセキュリティ面だったりとか、人々がやっぱり慣れてきていることもあって、利用が増えてきたりとか、あとハッキングの被害も減ってきているのかなと思います。あとはですね、今ですね、オンチェーンの金利、いわゆるそのディファイの金利で、え USDC をですね、ただ預けておくだけで30、30%ぐらいにも金利がもらえるような状況にもなってるんですよね。で、しかもこれかなりちゃんとしたプラットフォームでそれぐらいの金利が出ていたりもするので、まあそういったディファイの利用っていうのは、 やっぱりまだまだ進んでもおかしくないのかなと思いますし、やっぱそういった需要もですね、引き続き続いていくんじゃないかなと思いますので、この DeFi の領域の進展発展というのは引き続き注目を集め続けるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、あとはですね、さっき申し上げた m e ム m トークンでどうやってうふうに設けるのかみたいな、 え、ものなんですけれども、別の方がツイートしている、このですね、ザ・ケニエルさんっていう人がツイートしているものを、このグコさんっていう人がですね、まあ、ちょっと、あの、翻訳してくれてるんですけども、どう、どうすればミームコインで爆撃できるのかっていうのを、まあ、この、え、ケニエルさんっていうのがですね、ツイートしていたんですが、まあ、こんな疑問を持ちの方は、私が尊敬する海外の天才投資家、ケニエル氏のポートリオを見て勉強してください。ミームコインだけで50名柄に、 え、当初して、3割は殴られて消滅。はい。まあ、盗まれてとか、まあ、いろんな詐欺にあって消滅。それでも彼は20万円を4億円に増やしましたと。で、要はですね、IQ15 ぐらいの行動するのがコツというふうに書いてあるんですが、まあ、一応ですね、元の文章は Do you want to see the lowest IQ portfolio you have ever seen ということなので、まあ、本当にこんな頭が悪いポートリを見たことないだろうということなんですけども、まあ、そういった行動をすることによって、 それだけの、たくさんのですね、まあ、の富を得ることができましたということなんですが、まあ、具体的にどんなことをやっていたかというと、そもそもこの方がツイートしていたのは2021年なんですが、まあ、非常に多くのポートリオに、まあ、多くのミー務銘柄に分散投資をしていたと。で、自分がこれっていけるのかな、どうかなというものに対して、一応比重はつけてはいるんですが、まあ本当に、50銘柄に大体20万ぐらいということで、まあ、かなり小さい金額をばらまきまくったんですよね。 で、えー、これを、まあ、ベーマーケットとか、まあ、売り上がり始めたぐらいのタイミングで、やって放置しておいたことによって、まあ、大きなリターンが出るものもあれば、えー、ゼロになってしまうものもある。で、えー、この中でですね、特筆僕の目を引いたものが、えー、まあ、いくつかあるんですけども、例えばですね、ここに関しては、はい、この、イーロンっていうですね、あの、同時イーロンっていうのがあるんですけれども、えー、これが、まあ、最終的に、 えー、まあ50万ドルぐらいまで増えた、まあ、トークンということで、まあ1個でもこういうのが出れば、かなりリターンがしっかり出るというのが、まぁ、あ、ミントークンということで、まあこんな感じで投資してましたよというのが、まあ一応例として出てます。はい、ってことで皆さんいかがでしたでしょうかえ、ビットコイン仮想つくのマーケットまた戻ってきて、もう毎日毎日忙しくて仕事どころじゃないっていう方もですね、多いんじゃないかと思いますが、まあ本当にエキサイティングな相場が戻ってきたかなと思います。 で、これからは、まあ、いいば、いいことばかりではないかもしれませんが、基本的に、ブルーマーケットが続いていく限り、現物で持っていれば、まあ、大きな利益っていうのは、まあ、得られる可能性は、まあ、あると思うんですよね。えー、ただし、やっぱり、ここからビットコインを持って、じゃあ、ブルーマーケットになったぞ、って期待できる上昇幅ってどれぐらいなのか、普通な考えで言えると、まあ、倍ぐらいで、えー、あるんじゃないかなと思いますが、まあ、それを超えるような上昇幅っていうのも、あるかもしれませんが、やっぱり、まあ、仮想通貨の、 え、投資をしていく方の多くは、ま、レバレッジ取引をですね、しているっていう方も非常に多いんじゃないかと思いますけれども、まあ、どれぐらいのリターンをこの仮想通貨に求めるかですよね。え、これまでずっと仮想通貨を取引していた方は、もう、かなり安い方向で買っていたりとか、ま、あとは短期で、え、ま、この上下をですね、取っていくってことをしている方も多いかもしれませんが、今からじゃあ投資をしようかという方々については、まあ、つい、え、高いレバレッジを取りがちなのかなと思うんですけれども、 やっぱり自分に合った投資の方法とかレバレッジとかもあるので、あとは自分の取引、得意な取引手法、短期取引なのか長期取引なのかというのもあると思うので、まあ、そこは本当にですね、あの気をつけて投資をしていただきたいですし、まあ、さっき申し上げたようなボーナスを使ったりすることによって、自分のリスクのですね、まあ共有幅っていうのを、まあ、あの、ボーナスを使うことで、まあ、なんていうんですかね、調整するというか、自分がなくなってもいい、 え、金額幅をそのボーナスで使ってみるとかっていうのもありだと思います。で、今ですね、概覧の方にもある通り、z o o m X もバイビットもビットゲットも一応書いてあるんですけれども、いろいろ使ってみて使いやすいところがまあいいんじゃないかなと思います。で、一応ですね、バビットであればもう使い方すべて記載をしている使い方動画というのがあるので、 それを使っていただいて、見ていただくのがいいかなと思います。で、一応、ズーム X についても、かなりシンプルな取引所なので、まあ、あまりごちゃごちゃ考えたくなくて、レバレッジ取引だけやりたいなというのは、いう方はですね、ズーム X 使っていただければと思っています。はい。まあ、今度はですね、ちょっとビットゲットの使い方どうかっていうのもやろうかなと思ってはいるんですけれども、ぜひですね、ちょっと一旦見ていただけると嬉しいです。はい。ってことで、皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。